台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズワールトフィス級潜水艦を土台として作られた海竜級潜水艦2300トンが2隻。第二次世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も、後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横やりによってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも 1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年収益予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで9月28日に高雄の小湊区で、進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の大芸型潜水艦と同じディーゼル脱リチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は、潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に、大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したと、ロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とはビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも
潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまった。なので、自主開発せざるを得なかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると別問題なのでしょう。歴史的なねじれた深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が、勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には、日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は、領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は、他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当ならすぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が、台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについてはまだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるので、
どんな国でも、1年ぐらい、長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらず、この短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか、建造に関する労役投入のノウハウを、支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと、建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして、実質5年で戦力化というスピード調達をしているので、ここら辺りを意識したと考えれば、台湾のこのスピードは納得できます。実は、日本の場合、毎年、必ず、1隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。やはり、IHI 社製 XF9 を取りに来たイギリスといいますか、日英共同開発が公式に発表となり、今後、日本の F3 戦闘機開発が加速していくものと考えられます。今回は、F3 戦闘機開発ではなく、ロールス・ロイス社でも苦戦している XF9 ジェットエンジンを詳しく見ていきますね。日本の技術は、エンジンだけでなく他のパーツ群でも高い性能を誇っています。イギリスは日本のそんな先進的な技術を欲しがったのでしょうね。XF9 は超小型で高性能で総発での使用を検討されています。さて、どんなエンジンなのか見ていきます。2022年も最後の月である12月に入ったが、日本の F2 戦闘機を代替する次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新たな戦闘機の共同開発を行うことが正式に発表された。すでに12月に入った段階で日本を含め複数のマスメディアがこの状況を報じてきたが、9日、ようやく公式に発表があり、日英での共同開発が本格的に稼働する、今や遅しとそのプレスリリースに目を光らせている方も多いのではなかろうか。日本の航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機に関しては、おおむね次世代戦闘機と呼称されており、同機がそうであったように、日本側が開発の主導権を握る前提とはいえ、当初は、やはり、アメリカとの共同開発が、最も可能性が高いと、目されてきた。その場合、現在のいわゆる第5世代戦闘機を、F-22 ラプター、そして、F-35 ライトニング2と、次々に世に送り出した、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が、マストと思われていたが、2020年末頃より、
別の可能性も囁かれ始めた。それは、自国では、ユーロファイタータイフーンの代替機の開発を、テンペスト計画として推進しているイギリスとの協調であり、それに加わっているイタリアも含め、新たな日本の次世代戦闘機開発のパートナーに浮上てきたのだ。もともと、イギリスが自国の BEA システムズ社を主幹として言っているテンペスト計画には、これまでも日本の参加を歓迎する雰囲気が横行しており、ヨーロッパの次世代の戦闘機を開発することの主導権を強化したいとの思惑が大きかった。これは、フランス、ドイツ、スペインが進めている FCAS、フューチャーコンバットエアシステムへの対抗上からも、イギリスが自国主導のテンペスト計画への参加国の増加を推進したいと、希求していたことが大きかった。こうしたイギリス側の思惑と同様に、日本側でも、次世代戦闘機の開発には、自国の都合を最優先可能な技術支援先を欲していたことがあり、イギリスと日本両国の政治的な次期戦闘機をめぐる利害が図らずも一致した形となった。この流れから、イギリスと日本とは、今年2022年1月には、新たな戦闘機に搭載することを前提とした、その機関部の開発を共同で行う実証事業をスタートさせ、前者からロールス・ロイス社、後者から IHI 社が参画することになった。イギリスのロールス・ロイス社は、自国主導のテンペスト計画でも、機関部を担当するほか、既存のユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部、EJ200 の大元の設計を担ったことでも知られ、世界的なエンジンサプライヤーである。ただし、テンペスト計画用の機関部に関しては、ロールス・ロイス社は、未だ開発に苦戦しているとも伝えられており、実証機を含む試作の機関部が出来上がったというようなニュースも、これまでのところは聞こえてきていない。昨年2021年に開催された、軍需品の展示会である DSEI2021 において、テンペスト計画で採用が見込まれる機関部とは、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上、2000度以上のタービン入り口での高温への耐性等が打ち出されていた。そして、これらの過程で、機関部に発生する熱を適切に冷却し、敵のレーダーセンサ等の探知から、機体そのものを目立たなくすることも、同時に求められており、その意味でのステルス性能の追求にも、注意が払われている。また、現行のユーロファイタータイフーン搭載の機関部、EJ200 に比して、10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーセンサ類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的な兵装にも使用可能とする方向だとされている。こうしたイギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画に向けた、機関部の開発への取り組みがある一方、日本で、機関部の開発に従事することとなる IHI 社も、すでに、次世代戦闘機に搭載するエンジンには、ベースができている。それこそ、IHI 社が、現、防衛整備庁からの依頼を受け、2010年から開発を進めた XF9 エンジンであり、これに先立ち、2008年度までに、同社が開発を行ってきた XF5 エンジンをベースに、さらに、次世代戦闘機への搭載を目指したものだと言ってよい。IHI 社における XF9 エンジンの開発は、大きくは、3つの段階に分けて、年を追って進められ、最初は、2010年から2015年にかけて、高温に耐えうる燃焼機と、高圧のタービン、そして、軽量なコンプレッサーなどの、主要な部分の研究から、始められた。そして、次の2段階目として、一部の機関は、並行しながら、2013年から2017年にかけて、前述の主要な部分に加え、吸気口のファンや、低圧のタービン部分の研究を追加で行い、次期戦闘機搭載時に求められるエンジンの必要要素を網羅した。
最終的には、ここでも、一部の期間を並行させつつ、2015年から2019年にかけて、第一段階、及び第二段階で得られた技術的な成果をもとに、戦闘機用のエンジンとして組み上げられ、これが、試作機の XF91 エンジンとして、完成を見た。IHI 社製の試作機の XF91 エンジンは、1機が、2018年6月に、防衛装備庁へと無事納入され、以後は、およそ2年間にわたって、その動作と性能を検証する作業が続けられ、試作機ながら想定されていた、数々の数値を見事にクリアすることとなった。XF91 エンジンにおいて特筆すべき項目の一つとして、2017年6月に達成した、タービン入り口付近の温度において、およそ1800度の高温をクリアしたことが挙げられ、世界まとめても、非常に高い温度で動作することが確認されている。これには、各タービン周りの部品に、ニッケルコバルト元、ニッケル単結晶調合金、セラミック元複合材等の素材の使用や、その加工技術などの難易度の高い工作工程が活かされており、当時も大きく注目された。XF91 エンジンは、全長が 4.8 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.0 メートルで、アフターバーナー使用時の推力はおよそ 15.0 トンであり、戦闘機用のエンジンとしては、かなり大型の部類に属するが、その使用と性能は世界基準に達している。例えば、F-35 ライトニング2が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F-135 エンジンは、全長が 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は、およそ 19.5 トンとなっている。この比較で見ても XF91 エンジンは F135 とほぼ同サイズというか、よりスリムに仕上がっており、アフターバーナー使用時の推力も一見劣るように感じられるかもしれないが、前者は双発、後者は単発という相違点がある。XF91 エンジンは試作機であるため、これらの数値は、いずれも地上で実施した検証結果で得られたデータではあるものの、最新のアダプティブサイクル方式を採用しており、エンジンそのものの大きさに比して高出力を誇っている。アダプティブサイクル方式は、搭載した機体が上昇する、巡航する、戦闘時の高機動を行うなど、様々な異なる条件下で、最適な性能を引き出すための工夫で、かつ前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりもコンパクトである。この、XF91 エンジンのコンパクトさは搭載する機体にとっては、別の用途に空いたスペースを振り向けることを可能とし、例えば搭載する燃料を増加させたり、兵装を増加させたりと、用途に応じた運用の幅を広げることに貢献するだろう。日本では、IHI 社のたるまぬ企業努力によって、このような XF91 エンジンの製作に行き着いているが、イギリスのロールス・ロイス社と共同開発を推進する中で、これまでに培われた技術が、いかに活用されるのかからも、目が離せない。が味方護衛艦6番艦アガノが浸水したという情報を入手しました。今回はアガノ浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。
少人数化された AI 護衛艦の凄さは、世界に知られることに、世界に向け、日本の高性な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が、急ピッチで建造を進めているもが2型護衛艦。ネームシップで、一番艦のもがみが、2022年4月28日に就役して以来、2番艦熊野、3番艦のし、ろが、2022年中に就役しました。続く4番艦三熊が、2023年3月就役予定、5番艦矢作と6番艦阿賀野が進水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで、建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が2型護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが2型護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が、主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、身型護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、掃海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における、駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号は、この他にもあります。例えば、混合型のように、艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッド、ミサイルの G をつけて、DDG としています。ビズも、片やヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対戦作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、近海での活動を主担当とする、阿武隈型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という艦種記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していたクス型護衛艦以来となります。この FFM もが、身型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が、10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を、
47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら、増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と、艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が、必要であるとして FFM という新艦種の藻が、身型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した、3900トン型護衛艦となったのです。藻が、身型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0メートル、最大幅 16.3メートル、深さ 9.0メートルです。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている艦隊のデザインには、特徴があります。レーダー反射断面積 RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置も、かなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた、外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、身型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A 型と呼ばれている、黄海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍では、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラル・ゴルシコフ級のネームシップで、一番艦アドミラル・ゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年、1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構、NATO に対して、極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS、垂直発射艦を32セル搭載していますが、藻が身型は、その半分の16セルしか搭載していません。数が多ければ良いというものではありませんが、実は、VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため、未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造された、アドミラル・ゴルシコフ級ともが、身型の運用目的の違いにあります。藻が、身型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、及び、不設の機雷戦能力までをも付与された、
文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。目下、2型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が、2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が2機搭載されているほかに、先述したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、この藻が2型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に前型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、身型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも、大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、身型が、およそ3割も、人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費と化に、伴い、もが身型では、クルー制の導入が予定されています。これはもが、身型護衛艦3隻に対して、4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は、残り、1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら、稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが、身型では、すでに就役している艦と、今後建造される艦の偽装が、すべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても、海上自衛隊では、初めての試みになるそうです。日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は原子炉よりもはるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、
原子力推進方式の航空母艦をこの2023年時点で保有、運用している国はアメリカとフランスの2国のみで、前者がニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者がシャルレ・ド・ゴールと合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社はアメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズはアメリカ海軍の、そして世界で初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズにはウェスティングハウス社製の A2W 加圧水型原子炉が合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だしばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦であるニミッツが1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りでその対象が増加していく。ミニッツ級は原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体はわずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についてもその工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もってもおよそ1000億円弱、多ければその倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは、2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえば、これを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも、多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述した、オーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まず、
アメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達すると目されている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、順送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに、解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を宝具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から、初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA、サブマリンデリバリーエージェンシーが、初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に、31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA、サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を、再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では、2026年内に解体を終えるとしている。
も、が、2型最新英語鋭艦が続々就役する中、新たに6番艦のアガノが浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、このアガノ浸水で見えた、もが、味方の凄さを詳しく見ていきますね。ほんと、このクラスで、7万馬力は、異常だよね。30ノットとの予測だが、もっと出るかもしれません。中国の055型とは、性能は別格かもしれません。中国には、建造できない技術を三菱は、持っていますからね。2022年12月21日、長崎県長崎市の三菱重工業者の中崎造船所において、昨年2021年6月に寄港されていた海上自衛隊向けのもが2型護衛艦の6番艦が浸水を迎え、アガノと命名する式典が執り行われた。アガノの艦名は、福島から新潟にかけて流れる。日本海に注ぐ一級河川の阿賀野川に由来するもので、太平洋戦争時に阿賀野型2等巡洋艦のネームシップとなって以来、海上自衛隊では初の使用となった名称である。大日本帝国海軍時代の阿賀野は1942年に就役し、第3艦隊の中の第10戦隊の機関を務めたが、1944年2月に、トラック島の沖合で、アメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈され艦命を終えた悲劇の艦でもある。阿賀野型二等巡洋艦は、1番艦である阿賀野以下、2番艦、能代、3番艦、矢作、4番艦、佐川の4隻が、太平洋戦争中に建造されたが、最後の4番艦、佐川以外の3隻は、今のもが、味方護衛艦に艦名が継承された形となった。現在のもが味方護衛艦は、今回の6番艦のアガノ以降も、7番艦が今年2022年6月、8番艦が8月に寄港が行われており、おおむね1年に2隻ずつが寄港され、それらが順を追って就役していくサイクルを保っている。これまで、海上自衛隊においてもが味方護衛艦は、予算の確定から約2年を経て寄港から同じく約2年を経て就役を迎えるスケジューリングで数を増やしてきているが、現状では22隻が建造されることが見込まれている。も、が、味方護衛艦は、1番艦で、ネームシップの、も、が、みが、今年2022年4月、2番艦の、熊野、が、同年3月と、も、が、みの機関部のトラブルにより、就役順が入れ替わったが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては、最新の艦級である。使用上のもが味方護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の艦級の区分上では、フリゲート艦に分類される大きさだ。またもが、味方護衛艦は、機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた、コダグ方式を採用しており、燃費性能と高速性能の両立を図り、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能である。この実現のために、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V28、33D、STC、ディーゼルエンジンを2機搭載しており、スクリューは2軸となっている。も、が、味方護衛艦は、こうした機関部の構成によって、最大30ノットとされ、高速の発揮を実現しているが、従来艦のように、機関部専用の操縦室は設けられておらず、その始動と停止は、CIC、戦闘指揮所で行う形式である。さらに、
航行中の艦の速度の調節は艦橋から操作する方式であり、これら CIC 戦闘指揮所や艦橋に操艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数の精進化を行っており、乗組員の定数はおよそ90名と少ない。前述したもが、身型の CIC 戦闘指揮所には出入り口部分を除いて上下から見た場合に、ほぼ円形に14基ものコンソールと各種のモニター類が集中的に配置されており、ソーナーや機雷戦闘部門の機能も包括している。もが身型護衛艦は従来の艦艇と比してコンパクトなサイズの中に、対艦、対空、対地、対専用の各種の兵装を搭載することに加え、これまではもっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘の能力も付与されていることが特徴である。対機雷戦闘用の装備としてもが身型護衛艦は専用の OQQ-11 ソーナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV の2種類の無人機を運用する能力が与えられた稀有な水上戦闘艦となっている。もが身型護衛艦は機雷排除用水上無人機 USV に対しては電波を介した通信を行い、機雷排除用水上無人機 USV と機雷捜索用水中無人機 UUV との間では音波を用いた通信を行う形式で対機雷戦闘への対処を担う。ここでもが身型護衛艦が搭載している機雷排除用水上無人機 USV に対しては電三菱重工業者が製造を実施している OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機であり、2013年から4年の歳月をかけて実用化されたものである。OZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は、直径が 533mm、全長が 4.0m、重量 900kg、最大速力7ノット、4ノット巡航時で約9時間稼働。誘導は GPS 及び INS 方式で、リチウム二次電池を動力源としている。この OZ-5、自立型水中高層式機雷探知機の高周波合成開口ソーナーには、フランスの軍需企業大手のタレス社製のものが採用されており、自衛隊の装備品として、外国製といえば、そのほとんどがアメリカ製という中では珍しい組み合わせだろう。タレス社は、かつては、トムソン CFS という企業名であったが、2000年に、イギリスの軍需企業を吸収、合併を行ったことを機に、現企業名に改めており、フランス政府自身が 26.4% の株式を保有する、筆頭株主で国策会社と言ってよいだろう。さて、ここまで、ハモが、身型護衛艦の、概要や特徴について述べてきたが、現在の日本が仮想敵国としている中国、そしてロシアで同様の位置づけとみなせるフリゲート艦について、その簡単な比較を行ってみたい。まず、中国では、このクラスでの艦艇は054型、航海型フリゲートが挙げられ、同艦は、細かくは試験艦である054型航海愛型と、その改良版で、かつ、量産型である054A型エカイアイアイ型の2種類に大別することができる艦艇である。量産型である054A型エカイアイアイ型フリゲートは、基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0m、全幅が 15.0m、機関部は、複数のディーゼルエンジンを組み合わせた CODAD 方式を採用。最大で 27,200 馬力、27ノットを発揮するとされる。054A型エカイアイアイ型フリゲートハモが、身型護衛艦が VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定であることに比して、
倍の32セルを搭載しており、ボム兵装という点では強力であり、すでに31隻が就役、9隻が建造中と伝えられている。今年2022年12月に、日本が安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念していることを盛り込んだことに反応し、遼寧らの6隻の艦隊が東シナ海に進出したが、これに 054A 型エカイアヤエ型フリゲートも含まれていた。続いて、ロシアだがも、が味方護衛艦に相当するのは、アドミラルゴルシコフ級フリゲートと召され、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル、全幅が 16.0 メートルの艦隊を持っている。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは、2018年7月に1番艦が就役し、2022年12月時点までに2番艦までが就役済み、6隻が建造中と召されており、最終的には15隻が建造される可能性があると考えられている。1991年に旧ソ連邦は自然崩壊を迎えたが、その後継国家となったロシアでも財政難が続き、1990年代には海軍において大型の水上戦闘艦を建造する余力を完全になくしていたが、2000年以降の原油価格の高騰が、その状況を変えた。世界的な原油価格の高騰は、資源大国であるロシアに、経済的な余裕を与える方向に作用し、そうした政治、経済の流れの中で、半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画されたのが、アドミラルゴルシコフ級フリゲートだと言えるだろう。アドミラルゴルシコフ級フリゲートハモが、味方護衛艦と同様に、機関部にはコダグ方式を採用、最大で5万5000馬力と30ノットを発揮し、主兵装には、054A 型エカイアヤエ型フリゲートと同じく、32セルの VLS、垂直発射艦を装備している。ウクライナで沈没したアドミラルもそれほどではなかったのか。が、味方の凄さが、これで理解できましたね。しかも、乗務員の数が、桁違いに少なく運用できるのも、現代の技術ですね。ハイテクとの組み合わせって、ここまでの高性能な護衛艦ができるんですね。一本、やばい。